コアジロの森入り口にやってきました。では早速散策していきたいなと思います。はい、この中にはね、いろんな生き物が住んでるらしいんですよ。なんと3000種類。3000も。はい、全部数えていきますか。いきましょう。例えば赤手ガニ。赤手ガニいるから、ここに。そう、ここにもう合ってるから、もう合ってるから。しかも今日は、はい、笹狩り体験ね、笹狩り体験もできるということで、はい、お手伝いもできるのでね、うん、皆さん張り切っていっていきましょう。はい、じゃあレッツゴー。本日ガイドしていただく矢部さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、今日これからコアジロの森の中歩いていただきますけども、はい、まずその概要をですね、はい、この川見ながらですね、お話ししたいなと思います。はい、ちょっとこの目の前に川がね、流れてますけども、この川がですね、浦の川っていう川なんですね。浦の川。この浦の川っていう川に、こう降った雨がですね、全部ここに集まってくる範囲、これをね、流域って言いますけども、このコアジロの森はですね、その浦の川の流域がですね、丸ごと自然のまま残っている。こういう場所がですね、なかなかないんですね。今神奈川県見ますとね、海岸線どこ行っても車の道路が走ってるね、うん、ですけどここにはないですよね、それがね、その、森とそれから川、それからですね、見てください、ここそこに石橋がありまして、その奥にですね、泥のこう広がっている部分がありますね、あれ干潟と言いますけどもね、この干潟がまたセットである、こういう場所っていうのがですね、本当に探してもないですね。日本全国探しても他にあるかな。いろんな人に聞いてもなかなか見つからない、とにかく関東地方と東海地方を合わせた中ではここにしかないっていうふうにね、今のところ言われております。それで、非常に小さな自然なんですね。この浦の川は全長がですね 1.3 キロ、普通に歩くと20分ぐらいでですね、歩けてしまう範囲なんですけども、このさまざまなですね、環境、その住むですね、生き物たちが住む環境というのが、ね、あってですね、この森の中にはですね、約3000種類のですね、こう生き物たちが息づいているということでですね、これからそれ見ながらですね、ゆっくり歩いていこうかなというふうに思いますので、はい、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神奈川トラスト緑財団は、こういったコアジロの森緑地を神奈川県と、あとはこういった市民団体の皆さんと一緒に保全活動をするためにある財団なんですけれども、主な活動としては土地を持っている地権者さんと保全をしていいですかっていう契約をして、でいいですよっていうふうに言ってもらったら、そういった保全活動を、開始することができるんですね。で保全活動をしているこういった NPO コアジロ野外活動調整会議さんたちに、資金面で助成をしているんですね。で、そういった助成のお金っていうのは、会費だったりとか、あと寄付だったりで、募っているっていうのを、大体取り組みをしております。ここのコアジロの森緑地っていうのは、普通の公園と違っていっぱいなんか赤手ガニがいたりとか、あと干潟の方に行ってもらったらいろんな生き物がいるんですね。そういったような生態を保全していくっていう面で、やっぱ子どもたちの環境学習の場として価値があるっていう風に認められて、それでここを緑地という形で保全していこうっていうことが決まった森でして、そういった森で皆さん今から実際作業していただく上で、コアジロの森の魅力を知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
とここが小網代湾の干潟になります。ちょっとよく目を凝らして見て、小さな穴がたくさん開いてるでしょ。あれ全部カニの巣です。よく見てると多分カニこれから出てくると思うんですけどね。じゃあちょっと遠く近くだとまだあれなんで。出れました。ここにいるカニはね、チゴガニっていうカニです。めっちゃ、いるって分かってるのに認識できない。これからの時期ですね、干潟引くとですね、もうだんだん暖かくなると活動も活発になってきますからね。もうここ一面にそのチゴガニが出てきます。すごい、僕の方見ると動いてるのよね。すごい動いてる。ね、この干潟も含めてですね、小網代の森周辺で60種類のカニが住んでます。この狭い範囲で60種類もカニ見られるところってまず他にないですね。カニっぽい、カニっぽい。これが見える、ここ、こちらかって言ったらね、日本赤ガエル。あれか、物下に、物下に。あったタピオカみたいな、タピオカみたいな。ここにいる巻貝。あ、本当だ。これカワニナっていう貝。ホタルの幼虫はこれに食らいついて食べちゃうんです。ホタルの餌子に、これがすごい今明るくしてあげて増えてそれでまあホタルすごい増えて、今そこ池になってるでしょ。ここが昔どうだったかっていうと、あの後ろ側の笹がわーってあるでしょ。ここ全部ああいう笹で、それで全部その笹を切ってね、それで水もここ流れてなかったやつをわざとこっち側に水を持ってきて、高いところに水持ってきてあげるとそこからこう広がってくるんだよね。ですからわざと高いところに流れ付け替えて、それで湿原の維持作業っていうのを、これからだんだんここも池になって湿原の植物がわっと出てくるような、まだ2年目なんだけどね、これからだ、今年の夏来たら多分すごいことになってる。ほっといたらこんなになっちゃった。もうこの谷が全部こんなだった。それを2010年から開園、2014年に開園したんだけど、その4年間で全部買って、それでこれだけ切れた。すごい。ここはちょっと見本で残して、こうだったんだよっていうの残して。あれ、そうなんですよ。あのね、たまたまね、偶然に残したんですよ。なるほど。あの、見つけちゃった。見てだよ。これ、そうかなって思ってごらん。はい。よそな気がしてきたでしょ。ね。はい。ゴーグルしてから。ありがとうございます。ちょっとね、この前あの、一人に買ったの。本来ならばこういうね、小さい食べ物もいっぱいあったんですよ。それやっぱり皆さんに作業しやすいようにね、ちょっとこの辺は綺麗に買っちゃいました。こっちのちょっと残しておきましたんで、次の方を やってみてください。はい、はい、じゃあこれあのまだあの新しいやつですからね、手を切らないようにね、笹を切っても、笹を切っても手を切らないようにしてください。はい、はい、なるべくこの下の方から根元の方からね、上の方からここに切るとこれが残っちゃうんですよ。ほんと来年再来年にまたここ作業するときに根に刺さったりして危ないの、ですからなるべく下の方からここに切ってください。はい、はい、で、あの切れるからね、簡単に切れるからあるんですが、ここに持って一本ずつ手を手前に引っ張るように切ってください。これはもう古いからね、あれなんですが、ここに一本ずつ切ってみてください。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。あ、
消えた。ああ。イエイ。笹女だ、笹女。意外と笹ってパンダだっけ？うん、意外と硬い。これね、笹と竹の見分け方っていうのはね、笹はね、ここに大きくなっても皮がかぶってるんだよね。あ、本当だ。竹はこの、これが全部取れちゃう。へえ。それが笹と竹の見分け方なのね。すごい。聞いた知識が教わりました。細いのが笹だと思ってた。これをね、もう実は下の方持たないと安定感がないの。だから下の方持てば持つほど安定感があるからさ。だからこれでここにやれば、ね、手前に引っ張ればね、切れるからさ、はい、上の方持ってるとどうしても安定感がないからね。下の方がいいんですね。あ、これ太い。できたでもだんだんコツ覚えてきた。すごい、めっちゃ切れるようになってきた。でもすごいなんか草が生えてるから、どこが根元なのか心配になるし、いっぱいなんか生き物が出てきます。3本ゲットだけ、楽しい。一回で。ポンチがポンマをつけます。目が出る、慣れてきました。でもこれ大変、結構かがんでるのも大変だし、引っ張るのも結構硬い、太いから硬いし。これ今まで全部やってきたのすごい。ジョーさんと。そうなんですね、やっぱ。せっかくだったら食べてみて。必要だね。なんか最初虫とかめっちゃ気にしてたけど、気にならなくなった。さあ、ラスト行くよ。ラスト行ったんだ。行きます。いいね、綺麗になるといいね、嬉しいね。買った感あるね。しかも山積みで山を買ったやつが。すごい。さすが。笹刈り終了しました。イエーイ。無事に買ってこの子を救出しました。はい、アスカイノで笹にね、埋まってたんですよ。見えなかったんです、初めもはや。それが笹を刈ることによって誕生しました。こうやってね、笹を刈ることでね、こうやって日差しもたくさん入ってくることによってね、また新しい命が芽生えてくるということで、はい、そんな皆さんを、未来の皆さんを救出したということで。未来の皆さんです。この人バトンです、私たちからのバトンです、はい、すごく盛大な感じに言っていますが、はい、私たちもこうやって体験してみてどうでした？あの最初はノコギリの扱いが、慣れてなくて難しかったんですけど、コギリなんて使わないもんね。でもやっていくうちに慣れてきてすごい楽しかったです。いいね。こう綺麗になっていく感じがたまらなかったよね。達成感、しかもなんかやってるうちにどんどんなんか無心になってきて。いた。私多分いなかったよ ね絶対、はい、いたいたいた。喋ってた、喋ってた、喋ってた、喋ってたよ、めっちゃ。本当に、うん、ちょっと黙々とやりすぎてかな、笹に紛れてたんじゃない？嘘。でも笹と仲良くなれた気もしましたね。でも本当に大変な作業で今回体験できて本当に良かったなと思います。はい。